六十四州名所税よりもみき釣り橋五箇荘五箇荘は、熊本県八代市東部の暮れ子、椎葉、人下尾、ハキ、もみきの五地域の総称。九州山地の西部、川辺川の水源の山林地域である。古来より秘境として知られ、人々は、貸しの断球や、傾斜斜面などに、小さな集落を作り、木地市として、木木木を製造したり、蕎麦、 ヒエなどの焼き畑農業や茶の栽培に携わったりしてきた。ただし、秘境というのはイメージ的な部分が大きく、中世以後隣接するかけはさま村をはじめとする外部との交流が盛んであったことは、ご家族の外部に伝わる古文書から知られている。例えば、日後国史では、慶安3年に、その存在は初めて外部の人々に知られたと記しているが、実際には、 戦国時代には、阿蘇の武豊に仕えて、所領を与えられていた者がいたことや寛永13年の段階で、五家僧の人々が、熊本藩に、飢金の救済を訴えていることが知られている。平家のお中うの伝説で知られ、伝承によれば、平清津の彦たちが、尾形氏を称して、暮れ子、椎葉、覇木を治め、菅原道真の子孫たちが、左差氏を称して、人下を、 もみきを治めたと伝えられている。五つの地域の支配者はそれぞれ自党を称し、江戸時代にはそれぞれの村の王将屋に任じられていた。さらに、外部の記事士の集団移住によって成立したとする説もあり、さらに双方の伝説の混合も見られるに、後位継承で敗れたことから、これたか親王の子孫が、兵士と称してこれひと親王の子孫である、源氏の及ばない地に逃れたとする。 五家宗としてのまとまりが成立したのは、尾形・左座領氏が、阿蘇市の勢力に従って、友知方面に進出したとされる、戦国時代諸島と推定されている。その後、島津市の進出や豊臣市の九州征抜によって、尾形・左座領氏は、友知方面を失い、五家宗の民は再び山の住人になった。その後、熊本藩の支配下に入った。細川氏は、 五家宗の支配を強化し、漢文5年には、五家宗の住人代表が、藩主、細川津成への越見を許されている。ところが、上京2年に、自党の地位をめぐる、左在地族の内紛を、細川氏が仲裁できなかったため、江戸幕府は、上京2年7月19日に、五家宗の支配を、幕府の天草大官に移すことを決定した。だが、 農地の不足と陶磁器の発達による木器の需要減少は住民の困窮と欠落を招いた。明治維新後、長崎裁判所、富岡県、天草県、長崎県を経て、明治3年に熊本藩に復帰し、廃藩地県後も熊本県、八代県、白川県と管轄が次々に移転し、熊本県の所属が最終的に確定したのは明治9年のことであった。 その後、町村制の成立によって、五家層の各地域はそれぞれ村を構成する。昭和29年に、五家層の村々は、昭和の大合併によって、周辺の柿葉様村など三家村と共に合併して、泉村が発足、平成17年に、平成の大合併に伴って、八代市に編入された。この間、昭和18年から、相次いで行われた、 林道建設によって交通網が整備され、柿葉様、ま、友知シ椎葉との間が国道445号線及び県道で結ばれるようになり、続いて九州自然歩道も整備された。また、昭和56年4月14日に熊本県と宮崎県が5カ層を含む県境地域を九州中央山地国定公園として環境庁に申請し、 翌昭は57年5月15日に国定公園への指定が実現した。こうした中で豊かな自然と独自の伝統文化が注目されて観光地としての開発も進むことになった。その一方で古くからの原生林が失われて人口の増林地に変わるなど環境破壊の問題も生じている。八代市街から車で約1時間30分。二千十年十月から 参考バスの五木市椎葉線が1日3往復、五木村上荒地から五箇所南側の椎葉診療所まで運行されていたが2019年3月をもって廃止されている。このため2019年4月以降、公共交通機関で五箇所を訪れることはできない。ありがとうございます。